あ、もしかして、ちょっと待って、もしかして、あれ、もしかしてやけど、私調べるばっかしてたけど、資格、あ、なるほど。これで先へ進めたんや。あ、で、これが、あれは建設予定地やねんや。数年前、この場所に移された組塚の石碑は工事のために取り壊されるらしい。なるほど、なるほど。でも、実際にあったのは、あの、焼却炉とかな。中入っていいかな。え？あ、そんな妖怪やったのか。あ、カモポの車じゃ逃げろ。え？そうやろ、そうやろ。逃げろ言われても。オボロ車はこちらを見失っているようだ。今のうちに校舎に戻ろう。せやね。何やったんや。あのオボロ車という妖怪、まるで首つかまみるようだったわ。それにしてもなんてゾウに満ちた顔なのかしら。ほう。父さん、あいつはとんでもないやつですよ。ほう。僕が攻撃しても倒しても、またすぐ元に戻ってしまうんです。なんだか実体がないみたいで。どうしようもありません。実体か。オロクロマは鬼物の妖怪で。うん。私は俳優だから。え？あ、え、もしかして私順序間違えたんじゃ。え、だってあのねえ、器物でしょ。で、この関係あるって言うたらこれしかないもんね。ただこれをどうすればいいか分からへん。あの、焼却炉で燃やす？あ、これでグラグタったから燃やしていいんじゃん。せやろ、やられた。ねえ、知ってる？1年生がまた2人登校拒否だって。おい、吉田と石井、今日の放課後補習を行うから2人とも教室に残るように。うわ、ショック、やられた。え、待って、動かれへんかった。あの事件から3年、次々と巻き起こる生徒失踪事件、夜な夜な聞こえる夢聞こえ、廃校となった学校はいつからか幼霊学校と呼ばれるようになった。うわ、うせろ。
こんななんかスーッとバッドエンドになるのね。でもやっぱ刀ですね。ここに、これ昔の首塚の位置に古い刀の鞘を置いた。おお、うまいこと言ったんちゃう。おお、その鞘は、そうじゃ、これはお前の実体の刀と対の鞘じゃ。やっと正気に戻ったようじゃな。どうしてこんなこともした。ああ、よかった、普通の色、主人公。なかったが、石碑の場所を移動したまでは許せるが、首塚をこの力なくすなんてことは絶対に許せんのだ。そういうことだったのか。おぼろ車の怒りは分かった。だけどやりすぎだぞ。行方不明になった人たちを全員元に戻し、もうこんなことをしないと約束するなら何とかしてやる。その言葉、本当に信じていいのだな。ああ、僕も約束は守るよ。いやー、いいですね、鬼太郎。先生と涼子の二人は元に戻り、行方不明だった生徒たちも戻ってきました。よかった。鬼太郎さんのお父さんの話では、おぼろ車とは鬼物に宿る妖怪で、おそらく戦国時代に首を切られた武将の恨みが首塚に一緒に葬られた刀に宿って生まれた妖怪だろうということでした。へえ。人間が無神経な行動を取らなければ、あの妖怪も鏡じじいさんのように本当は学校を守ってくれる妖怪だったのかもしれません。なるほどね。あー、よかった、終わった。いやー、なかなかあれですね、難しいというか、その探索する場所が広いんでね。いやー、結構迷いましたが、なんとか行きました。あ、ネズミ男やけ、こいつなんか臭いんですよね、木とか。あ、私の好きな、なんだっけ、にゃんこ娘やっけ、猫娘やっけ、かわいいですよね。こなきじじいやっけな。いやー、でもやっぱりなんか昔の絵の方がやっぱりいい感じがしますね、鬼太郎は。前、そのちょっと新しい絵をなんかケーブルテレビで見たんですけれども、なんか猫娘がその可愛くなりすぎて、うーんって感じがしましたね。あ、可愛い、1ターン目。
塗り壁、塗り壁いいですよね。塗り壁好きです。あ、塗り壁はまた出てくるんかな。あ、目玉やじですね。いいですね、目玉やじ。あ、ありがとうございます。いやー、水木さんね、長生きなさってたんですけれども、亡くなって残念でしたね。さて、それではですね、ちょっとここは飛ばさせていただいて、それではですね、今回はこれにて終わりたいなと思います。次回はですね、何だったっけな、森だっけな、森ですよね。あれ、コンティニューでやってもらえる。あ、ダメだな、ここになっちゃうんでいいです。次回は森の方をね、やっていきたいなというふうに思います。で、最後、あ、すいません、最後に肉人形ですね、一番怖いと言われている肉人形をやっていきたいなというふうに思います。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。また見ていただけると嬉しい限りです。では、さよなら。